はい、ヒデさんのドアです。今日やるのはこちら、日動工業さんのポータブルスポットクーラーエコヤンですね。エコヤンなのかエコヤンなのかね、ちょっとそれさっき問い合わせたんですけど、大阪弁風に言ってくださいってことだったんで、エコヤンでございます。はい、こちら今日紹介します。よろしくお願いいたします。日動さんですね、昨年感激くんとかっていう名前のスポットクーラーを出していたりするんですけれども、なかなかですねネーミングが面白い会社さんですね。まあ、非常に覚えやすくて、去年は何だったね、今年は何だったねみたいな感じで覚えやすい、ネーミングを使っております。はい、でこちらのスポットクーラーなんですけれども、まあもちろんね、こういったちょっとでかいんですけどね、 AC100V を引っ張っていただいて、使える、スポットクーラーですよっていうのはもちろんなんですけれども、一番の売りはですねこれですね。この下がですねバッテリーのユニットになってまして、こっからの電源を供給して使うことができるって形なんで、今これコード引っ張ってないんですけれども、電源を入れていただくことで使用することができるという、スポットエアコンとなっております。はい、じゃあですね、ちょっと簡単な着脱性みたいのをお見せしようかなと思います。お尻ですね、バッテリーのユニットの電源っていうのがありますので、これ切っておきましょう。切りました。コード抜きました。で、このドレンコックのホースですね、抜きました。で今これで、繋がってない状態になったんですけれども、これでこのネジをですねちょろちょろっとこう外していただいて、で外したらちょっとこうスライドさせて持ち上げるって感じですね。ここのこう爪ですね、爪に引っかかってこう乗っかってるっていう感じの非常に簡単な、作りをしておりますんで、次どうやって繋ぐんだっけみたいなことはなさそうですね。こうやって乗っけていただいて、また、繋げればドッキングできるという形になってます。はい、基本的にはですねこれ繋ぎっぱなしにする商品なので、若干このネジの操作性が悪いなとかって思ったんですけれども、くっつけたままなんで、これは気にならないかなと思います。こうやってねしっかり繋いでいただきましょう。はい、こうやってね持ち運んで使える機械ですので、今流行りのですねアウトドア関係で、非常に、力を発揮しそうな工具だなと思いました。はい、じゃあ続きましてですね、ちょっと操作性の説明をしていこうかなと思います。はい、今はですね 100V つないでないバッテリーでの電源を供給している状態になっているんですけれども、電源のボタンこれですね、5つだけになります。電源これタッチパネルになります。おりゃあ、すいません、バッテリーの電源をちゃんと入れないといけないですね。バッテリースイッチっての後ろさっきパチってやつを入れていただくからの電源オンですね。ちょっと今ですねカメラとこの機体っていうのが非常に近い位置にあるんで、この音っていうんですかね、騒音気になるかと思うんですけれども、53dB ということで非常に静かでございます。車内とかで使ってもですね非常に気になる人は気になるのかもしれないですけど、そんなに、うるさいわけではございません。はい、で今ですねこれかな、このモードか、今この状態で送風モードとなっております。電源ボタンオン と、あと今ここ2つですね、これが風量弱、風量強で、最初ついてましたけれども、この雪の結晶みたいなマーク、これがですね冷風モードとなっております。はい、じゃあこれ画面貼ります。見てください、こちらデータですね。エアコンっていうとなんかねここに何度っていう設定をしてとかっていうところを思うところがあると思うんですけれども、そうではないですね。一応今のデータですと外気温が37度で湿度 50% っていう環境下で使ったところ、ここの吹き出し口ですね、はい、ここの吹き出し口のこのギリギリのところで測って大体マイナス10度、で出すことができるという結果になってます。はい、じゃあですね、皆さん使うであろうこのバッテリーモードで使った時の、このバッテリーの持ち時間ですね、これ気になるかと思うんですけれども、使うであろうこの強モード、強いもののモードですね、4時間から4時間半で、送風であれば30時間持つということで非常に長持ちですね、充電時間がですね、5時間となっております。 AC 電源引っ張ってもこのバッテリーからの電源供給でもこの本体のですね能力っていうのは変わらず使えるってところは非常にいいなと思いました。はい、で本体これお尻の部分ですね見ていただくと、こういった形になってるんですけれども、ここから電源バッテリーユニットから電源持ってきてここに電源を供給していると、
で 100V から電源取るときはここにですね、まあ、こういった端子があって、まあ、こことここ共通の端子なんですけれども、まあこれですね、これをここにつなぐという形になってます。充電するときはこっち直でつなげばいいし、 100V のときは、ここで電源を取ればいいという形になっているんですけれども、これありがたいのはですね、これでやっとくと充電しながら使うことができるというのが非常にありがたい。なのでここを外すことはまずないのかなって言ったんですけれども、そういった、接続方法がございます。で、リチウムイオン電池、リチウムイオンバッテリーですね、これって充電しながら使用すると寿命がよろしくないとかってよく言うじゃないですか。スマートフォンとかも充電しながら電話とかね、ゲームとかメールしてるとね、すごく良くないよとかって言うんですけれども、これがですね、どうやらこの三元系なんちゃらバッテリーとかっていうやつがそれに当たるみたいで、こちらのですねスポットクーラーはリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとかっていうのをなんかね強く大文句としてまして、まあこれ採用してるんで大丈夫っすとかっていうことを営業マンさんが言っておりました。なんかですね、まあ、その日動さんの営業マンさんにカタログに書いてない売り文句喋りたいから教えてよとかって言って教えてもらったんで、すいませんね、僕があまり知識がなくて申し訳ないですけど、そんなすごいこと言っておりました。あとですね、このバッテリー式スポットクーラーっていうのがどうやら日本初ってことなんで、それも強く発信お願いしますと言っておりましたんで、バッテリー式スポットクーラーは日本初、日動さんすごい、まあ、そんな感じでございます。で、まあですね、その冷風の強モードでやると、まあ、4時間だから4時間半持ちますよとかって言ったんですけれども、じゃあ皆さん充電しながら使おうかなっていう場面が出てくると思うんです。なので今バッテリーから電源供給してここがガーッと動いている状態、じゃあそこに、これをつないで 100V 取りましょうっていうと、 100V の電力を使ってこっちが回る、でかつ充電するっていう形になるんですけれども、どうやらですねこの能力の配分っていうのがこの冷風の能力を落とさない程度だから、じゃあ100の電源引っ張ってきたらだいたい 80% から 90% の電力を使って冷風を吐き出すと、で残りの 10% から 20% の電力を使って充電をするってことなので、まあ、さっき5時間充電かかりますよって言ったんですけれども、冷風を出しながら充電すると、まあ、その、充電能力っていうのは落ちますとかって言ってたんで、まあ、長い時間充電かかるよって言ってましたんで、お気をつけくださいませ。はい、でこちらの製品新品買っていただくと付属品でですねこのケーブルがついてきます。これがですね、24V から 48V のバッテリーから電源引っ張れるぜっていうケーブルなんですけど、はじゃないですか、何なんだろうと。24から48のバッテリー、トラックとかって聞いたんですけれども、これなんでって問い合わせたところですね、フォークリフトに乗せて、要はその暑い倉庫の中でフォークリフトに積んで使いたい人がすげえいたんですって。なのでオプションとしてではなく標準装備でこれをつけることによって、そうやって大型倉庫でね、その暑い中作業してる方のためにこれどうすかとかっていうんでこのケーブルがついております。はい、あとは最初から今ねつけた状態でお見せしてましたけれども、こういった感じで、ショルダーベルトですね、ちょっとじゃあつけたところをお見せしましょうか。よし、はい、こういった感じでショルダーベルトがついてますんで、まあ、これねショルダーベルトで肩で重量支えながらこう手で持つ、まあ、このスタイルがいいのかなと思います。まあ、ちょっと重いかな、はい、って感じです。はい、能力とか機能ですね、まあ、こんなところになります。まあ、実際の操作性っていったところを、お見せしようかと思います。今このファンがなんかこう正面に向いてるような形してますよね。これ手動なんですけれども、まあ、こういった感じで上下動かすことができます。あとですねこの下にレバーがついてるんですけれども、これで、左右にもこうやってですね振っていただくことができるということで、まあ、風向きをですね、まあ、好きな方向に動かせますよっていうのが謳い文句としてございます。じゃあ付属品ですね、こういった送風ダクトというものがついてまして、これがですね、450、この状態で450でガーって伸ばすと、1500まで伸ばせるこの送風ダクト、これをですね、まあ、ここにつけろというようですね、ひねるだけ、この爪がついてるんでこれでひねってくっつけるだけなんですけど、私が影になってましたね。はい、カチッとこれだけでつきます。でこのホースがですね、まあ、言い方、いい言い方をするんであれば柔らかいので使
きなとこに持ってって、風出せますよっていうのがあるんですけど、まあ、ちょっとね悪い言い方をするんであればこのホースね若干やわすぎませんかね。なのでだからじゃあここで固定したいぜって言っても落ちますよね。なので、まあ、ちょっと柔らかすぎるかなっていうのはあるんですけれども、まあいったこういった感じの柔らかさのホースとなっております。はい、じゃあ一度これごめんなさいね、ちょっと場所の都合で外させてもらいます。ですね、こういった、排熱ダクトっていうのもあるんですけれども、でちょっとこれお尻見せましょうか。はい、こちらの製品ですね、この、まあ、脇から風をこう取り込みますね。あとこっちか、こっちの方からこう風を取り込んで涼しい風を吐き出すと。で、熱くなってしまった空気っていうのはこのお尻から吐き出すんですけれども、じゃあ部屋の中で熱い空気と冷たい空気同時に出してたら意味ないじゃないですか。なので、この排気ダクトというものをここにつけていただいて、まあ、これもね、こうやって伸びますんで、長さがですね、427から1500まで伸びるってことなんで、これでね、窓の外なんかにこう出してもらって、排気していただくことで、まあ、熱をね、屋外に出しちまおうということですね。で、今ちょっとこの部屋の中がですね、エアコンの効いた非常に涼しい部屋なんで、大した検証にならなかったんですけれども、この排気してる熱、非常に涼しかったですね。そんなに暑いなんてほどの熱じゃなかったので、まあ、これもね熱いところで検証すればよかったんで、まあ、ちょっと参考程度にしてください。まあ、こういったところで使ってる分にはその熱い空気出ませんでした。はい、じゃあ今一度ですね、これちょっと正面の方に戻っていただいて、この送風のダクトありました、冷風ダクトかありましたね。ちょっとねこれ今デモ機だったんで先端がないことに気づいたんですけれども、この先端にもですね、この排気ダクトと同じこのプラスチックのカバーっていうんですかね、これが本来であればついてるんですけれども、これをこうやって外してもらったら、ただのこの切りっぱなしのパイプになってるんですよ。だからさっき400いくつから1500まで伸びますよっていうのが歌い文句だったんですけども、いやいやいやそんな長さいらねえっしょって方はですね、なんかカッターとかニッパー的なものでズバンと切ってもらって、短くして使っていいですよっていうのが歌い文句としてございましたので、あんまりね持ち運ばないよっていう方はですね、自分の、まあ、なんですかね、体のそのデスクから自分までのね長さとかをこううまく調整してカットしていただくのがいいのかなと思います。で、まあ、こういったですね小型の機械なんで、まあ、風をこう送る送風の力っていうのがあるからだと思うんですけれども、じゃあこれを、まあ、ちょっとね頭のいい人だったらここにジョイントしてもっとホース伸ばしちゃおうかなって考える人がいるかとは思うんですけれども、まあ、ジョイントしてもっともっと伸ばしていいっすよとかっていう謳い文句は、このカタログ見てもですね、説明書見ても特に書いてございませんでしたので、まあ、自己判断でお願いします。はい、あとですね、ちょっと、面白いなと思ったのがですね、ちょっとこのグリップの、ここですね、ここにこのゴムのキャップみたいなのがついて、これ取っていただくとですね、なんと USB の出力がついてるじゃありませんか。ただですね、残念ながら 5V1 アンペアってことなんで、まぁ、ちょっと今の時代ですね、若干物足りない、出力にはなってるんですけれども、一応ついております。なんで、まぁ、これがね、バッテリーユニットって呼ばれるものなんで、いや、万が一ちょっとね、災害がとかね、そういった時は、この電力を使って、ここから、まあ、スマートフォンの充電をすることができますよ、なんていう、面白い機能がついておりました。じゃあ続いてですね、またちょっと前向けたり後ろ向けたり大変なんですけども、これですね、ちょっとお尻の排水ですね、これについて、どうしてもこのエアコンという製品の特性上、水が出るんですよね。なので、ちょっとこの辺のお話をさせていただきます。はい、最初にですね、こういった感じで、3メーターのドレンホースがついてますんで、まあ、AC100V を引っ張ってメインとして使う方は、基本的にはこれをどっかに垂らしておいていただくのかなと思います。ただですね、この製品ってこのポータブル性っていうんですか、持ち運んで使おうぜっていうのが売りなのに、じゃあこの3メーターのホース、排水、ちょっと考えてらんない。で、まあその車中泊で使うことも想定とかっていうところがありますんで、やっぱその水の処理っていうのはね、大変なんですけれども、これですね、まさかの、これもう見てわかりますかね。こっから出たこの本体から出た排水がバッテリーユニットにつながってるんですよ。ここに排水のその溜めるタンクがついてます。なんでここに水が溜まる仕組みとなっております。まさかのね、このバッテリーと水を一緒に溜めとくんだとかって思ったんですけれども、そういった作りになってて、で、じゃあ水がね溜まりすぎちゃったじゃんって言っていっぱい溜まってくると、ここのお知らせ板ですね、ここのなんかこう洗濯機みたいなこのマーク、
ここがランプがつくと、なんか赤い点滅するらしいんですけども、水溜まった、早く捨てろという、お知らせランプがつく。あとはですね、ブザー音が鳴るそうです。で、まあ、そのまま水溜まってね、溢れちゃったら大変なので、そこでですね、冷風モードで使ってたとしても、送風モードで自動で切り替わってですね、万が一の事故を防いでくれるということですね。はい。で、日々のお手入れなんですけれども、ここですね、これ、ちょっと待ってください。ああ、出た。はい。こういった感じで、フィルターが入ってますんで、ここと、あと反対側にももう一箇所あるんですけれども、まあ、このフィルターをですね、まあ、常に、掃除していただいて、能力を、落とさないように維持してくださいとかっていう対文句がありました。ちょっとはめないとまずいですね。ちょっと苦労するかも。なんか初見だとやっぱ大変っぽい感じが伝わりました。僕が下手くそなのかな。まあ、こんな感じ。やってみてください。はい、というわけでいかがだったでしょうか。ちょっとですね、熱くなる前に紹介すべき商品ではあったんですけれども、私この製品の発売に気づくのが遅れたせいで7月も終わりを迎えようとしております。申し訳ない。そしてですね、この製品今ちょっと欲しいなと思った方、ウルトラ大人気製品につきですね、もはや完売しそうってことでですね、僕が紹介してるのにちょっとまずいぞっていう状態らしいんですけれども、非常に今よく売れてる製品ってことらしいですね。ちょっと手に入らなかったら非常に申し訳ないんですけれども。はい。というわけで、今日はですね、日動工業さんのエコヤン、合ってるかな、エコヤン、ご紹介させていただきました。お付き合い、ありがとうございました。